映画館である。源流は1924年前後、千葉県東葛飾郡市川町2丁目に開館した市川館にあり、1940年前後に同館を取得した工業が、第二次世界大戦後の1949年、現在の同県同士八幡に移転して新たに八幡映画劇場を開館。最終的には同地に八幡文化劇場、八幡スカラザ。 八幡シネマ1.2の四巻に発展した。本校では映画館に特化し、戦前の市川館についても省述する。1970年に竣工し、元八幡旗シネマ各劇場が入居した建物については道館付近の略図。建前の大通りを渡す橋、市川橋は現存。川は江戸川、道館の西隣の稲荷神社は現存する。 道館の西で南北に交差するのは松戸街道である。当時は銀行や商店等が見られる商業地であったが、現在では住宅地である。1924年前後の時期、国鉄総武本線の市川駅北口を千葉街道沿いに西 1km ほど離れた市川橋の田元、千葉県東葛飾郡市川町2丁目に市川館として開館した。 同館は同町内では、未末館に次いで2番目にできた映画常設館であり、当初の経営者は中村八十吉であった。同館の工業系統は、松竹キネマであり、未末館が日活及び東和キネマの作品を工業していたが、町内での住み分けが行われていた。昭和に入ると、 同館が、松竹キネマ及び帝国キネマ園芸、未松館が日活及び牧野プロダクションの作品を、それぞれ上映するようになっていた。1929年には、同館の経営者は、島崎国平に代わり、また同年、春日会館が開館して、松竹キネマを上映するようになると、同館が牧野プロダクション、未松館が日活及び、 洋画作品をそれぞれ上映するように変わっている。1934年11月3日、姿勢が敷かれ市川町は市川市になり、映画界にはトーキーの時代が来た。未末館での1935年のストライキは有名だが、同館については特に伝えられていない。1940年前後には、経営が英吉に変わり、官名も市川映画館と解消していた。 1942年には第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が紅れない系、白系の2系統に組み入れられるが、映画年間昭和17年版によれば、同館の工業系統については記述されていない。栄吉は、 1928年に設立された工業株式会社の代表であり、戦後は同社の取締役会長まで務めた人物である。同館の当時の観客定員数は438名であった。この当時は、未松館は市川東方未松館になり、経営も奥沢唯一郎に変わり、春日会館も市川小畜館になり、経営も宇井小一に変わっていた。 工業はこの頃、東京市内の品川区五丹田に五丹田劇場、同じく、豊島区池袋町に池袋日照映画館、江戸川区小岩町に小岩松竹館、道区小松川に小松川電気館、上東区亀戸町に亀戸映画劇場、あるいは神奈川県横浜市中区に中島常設館、といった合計10館の映画館を経営していた。 2013年現在、同館の跡地は一般の住宅地である。1970年、八万スカラザコケラ落とし作品、西部開拓市の米国版ポスター。市川市がまだ市川町であり、合併して市政を施行する前の千葉県東葛飾郡、八幡田町には映画館は存在しなかった。市政施行後、市川市八万になってからも、 第二次世界大戦が終わるまでは映画館は存在しなかった。道町は、八幡塾を発展した古い町であり、1935年9月1日には、総武本線の元八幡駅が開業していた。英吉が戦前、戦中に経営した映画館のうち、五反打撃場や小松川電機館といった数多くを空襲によって失い、戦後は新築が必要であった。 五反田劇場を九百四十七年七月に復興したのに続き、九百四十九年、同社は市川橋の田元の市川館を閉じ、元ヤー駅北口すぐ前に移転して、鉄筋2階建てのヤワタ映画劇場を新築、開館した。同館はヤワタ地区発の映画館であり、同年当時の同市内は、従来の市川小畜館を呼び、日活未末館、そして、 同館の合計3館となった。同社は1953年までには同地に八幡文化劇場を新設している。同社は東京都中央区銀座に自社ビルを持ち、1955年11月21日、その地下に銀座文化劇場を開館している。1969年、両館を休館して取り壊して全面改築に入り、 1970年には、現在の、ヤワタハタビルを完成した。70ミリメートルフィルム太陽感を新築した、コケラ落とし作品として、八幡スカラザでは、西部開拓史及び、チック、チック、チックを上映した。同社は同年、埼玉県大宮市に、大宮ハタプラザを開館しており、1963年開館の、ハタスポーツプラザと共に、 総合レジャー産業に舵を切った。1975年には、ヤワタハタビル2階に小規模の8万シネマ1.2の2館を開館した。8万スカラザ、ヤワタ文化劇場、8万シネマ1.2の4館は、OMC カードの加盟店として、入場料300円割引のサービスを行っていた。しかし、1999年に、ワーナー・マイカル・シネマズ・市川大店。 東方シネマズ、市川コルトンプラザが開業した影響で客足を奪われるようになる。2001年9月30日、2階の八万シネマ1、八万シネマ2を閉館。同年10月21日には、3階の八幡文化劇場、八万スカラ座を閉館し、元谷田駅前における52年の歴史の幕を閉じた。2016年現在、地上6階地下1階建ての、 ヤワタ・ハタビルは減損し、映画館後には、手作り居酒屋、天太郎元ヤワタ店、コートダジュール元ヤ幡駅前店、ゲラゲラ元ヤワタ店、山内農場元ヤワタ北口駅前店、笑い笑い元ヤワタ北口駅前店などと、映画館ではないテナントが入居している。同系列の池袋旗ボーリングセンターは、同年4月10日に閉店したが、同ビル5階には、現在も、 直営のボーリング場、元八幡旗ボールが同系列では最後の一点として営業を行っている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。市川館に関するカテゴリ。ありがとうございます。